青木湖バス転落事故の1、青木湖バス転落事故の1、青木湖バス転落事故は、1975年1月1日に、長野県青木湖畔で発生したバスの転落事故である。1975年1月1日午前11時20分頃、長野県大町市の青木湖畔にある主導の急カーブで、ホテルのスキー客送迎バスが運転を、 誤り崖から33メートル下の青木湖に転落、乗客24人が逃げ遅れて死亡し、15人が負傷した。事故の直接の原因は運転ミスだが、このバスは定員32名のところを2倍、近い62名を乗せて運行しており、客席はもちろん通路や全部ドアのステップ部分にまで、スキー客が乗り込むすし詰め状態であった。 車体全部のステップにいる乗客が邪魔になり、運転席からは、差全部のミラーを確認できない状態だった。また、当時まだ、スタッドレスタイヤは登場しておらず、特に大型車は、タイヤチェーンが、降雪、路面凍結時の滑り止め装備として必須だったが、街頭バスはそれを装着していなかった。ホテルへ行く途中、未舗装の凍結した坂道を登りきり、 左急カーブに差し掛かった時に事故が発生した。この坂道は、福音が狭い上に6から7度程度の上がり、勾配となっていて、しかもこの急カーブは、半径20メートルくらいの鋭角カーブだった。この時、運転手は、左側ミラーが見えないため、車体左側を擦らないことに気を取られ、必要以上に右に車体を寄せてからカーブを曲がろうと、した。 この運転操作により右前輪が脱輪し、そのまま車体全部から滑り落ちるように転落した。バスは青木湖に落ちた後一旦は浮き上がったものの、約5分後には完全に水没したという。運転手、運転助手、乗客36人の合計38名はバスの窓などからかろうじて脱出したが、乗客24人が逃げ遅れて犠牲となり、15人が負傷した。 事故当時の気象状況は、天候は曇り、気温1度、個数温度は6度だった。助かった乗客の多くは、車体後部におり、全部ほど犠牲が多かった。この事故により、運転手は実刑判決を受けた。また、現場の道路は、事故発生時もすれ違い可能であったが、事故後に、大町市が改修工事を実施したため、福音8.9メートルと拡張している。 参議院会議録情報では、バスの定員を38人としている。品の毎日新聞では、座席数を36としている。福音約4メートル、ABCDEFGHIJ、バス転落24人死亡から40年。品の毎日新聞、P26、ABC 消防年報 P8、北アルプス広域消防本部ウェブサイト、 2014年9月13日、閲覧。ABC 第075回国会運輸委員会。第2号昭和50年1月17日参議院会議録情報。2014年8月23日、閲覧。ありがとうございます。